皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月24日木曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。放送の最後、末子さんが菊探しを言い淀んでいたのは、草花の優劣を決めることは万太郎の思想に相反することだからですよね。でもそれにこだわっていてはギリギリの状況からは抜け出せないし、万太郎さあどうする。普段は万太郎さんって呼んでるのに、好きの感情が溢れた時は万ちゃんって呼ぶ末ちゃんが可愛くて、万太郎は得がたい宝を持ってるな。万太郎が用意する菊って今週のタイトル通り野地菊だよね。派手派手な菊が並ぶ中、一見地味な野地菊をどう目立たせるのか、お末ちゃんのプレゼン能力が試されますね。一等賞の菊は岩崎様が500円で買い上げ、大隈重信に送るとな。ざっくり明治の1円は現在の2万円って話があるから、なんと菊一輪に1000万円。そりゃお末ちゃんも色めき立つでしょう。伝説の芸妓吉也の娘と言われても、母の芸妓姿を知らないお末ちゃん、そんな彼女が菊千代さんを通して松さんの若い頃を見つめていたような眼差しに、憧れや誇りみたいなものを感じられてよかった。万太郎に話したことを松さんが聞いたらと思うと、はにかみ笑顔が見えるよう。八犬伝を七に入れたことをついに万太郎が気づいたね。それほどまでに困っていることも、あの本は絶対に取り戻してほしい。別のところで買う八犬伝ではなくて、末子さんがずっと大事に持っていた父からもらったあの本だからこその価値がある。再び末子さんのもとに返してあげたいよ。八犬伝を取り戻したい気持ち、きっと万太郎も同じだろうな。だから八犬伝がないことに気づいた後でも末子さんにそれを言えなかった。最終旅行に快く送り出してくれる末子さんの影の努力、簡単には口を出せないよな。牧野家の貧乏をしっかり描いた上で、子守の手間賃をちゃんと払っている様子も挟む。人情長屋風にうやむやにすることもできただろうに、そうしない。結構深刻なのにカラッと描くさじ加減、もはや死後かもしれないけれど製品という言葉がよぎった。いつまでもやきもち焼き合うのかわいいし、好きじゃーは言うけど、あの八犬伝まで質屋に入れてるのかとかは口に出さない。相手が秘密にしてることはあえてこじ開けない。この夫婦の距離感最高。高藤は末子さんの元彼とかではないけど、万太郎の恋がたきだった男。その名を末子さんの前で口にするのはとても嫌なことだと思うんですよね、男としては。それをイジイジしながら言う万太郎が可愛いというか、なんというか。万太郎と末子さんの二人っきりのシーンは本当に雰囲気が素敵ですよね。万太郎さん、植物採集の時どこ泊まってるのかしら。いやはやこの発想は全くなかったな。視聴者からすると万太郎は末子さん一筋だと信じ込んでいるから、末子さんのこの視点にはハッとさせられたよ。そんなこと思っちょってくれたんか。末ちゃんのジェラシーを喜ぶ万太郎に笑ってしまった。万太郎は確かに稼ぎが悪い男だけど、
深夜に帰ってきたおスエちゃんに白湯を出したり肩を揉んであげたり、実はなかなかできないよね、稼ぎが悪い男だけど。八犬伝のことも無理に聞かない、人の気持ちに寄り添える男の人だよ、稼ぎが悪い男だけど。宝塚出身の方の独特の品、シャンと伸びた背筋、少し低めでよく通る声、菊池代さんがこびない人であると、その佇まいだけでよくわかる。お上の姪子だろうが育成を任されたからには徹底して指導する。三重おばさんと中井頭のマサさん、信頼関係すごい。そういえば今日の回のおスエちゃん、客前でほぼ言葉を発してなかったわ。マサさんの言いつけをしっかり守って出しゃばらない、吉屋さん譲りの品の良さ。八犬伝が質入れされたこと、借金がかさんでいること、金銭のやりくりを妻が一手に引き受けていて、今夜も借金のお願いに行って帰りが遅い、そんな状況に置かれたらあの表情をするしかないな、という神木さんの演技、見ていて苦しいけれどお前が働けとならないのが奇跡、すごい。新人いびりせずきちんとしつけてフォローも入れる中井頭、仕事を一時中断して育児モードに切り替える父、火の危険がある時にはこうピシャリと叱れる母、子が世話になることをなあなあにせず食事やお金でお返しをする姿、まともな関係しかなくて安心して見られる。お泊まりは嫌と言いつつ師匠に懐いてる大輝くんが可愛いな、ずっとニコニコしてて癒されるわ。長屋の子供は我が子みたいなもんだからさ、という今日の凛さんのセリフ、この一文に含まれるいろんなことが好きです。凛役安藤玉恵さん公式 SNS より引用。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。